特別狙撃隊スワットは1975年2月17日から1976年4月3日までアメリカ合衆国 ABC テレビで放送されたテレビドラマ前2シーズン37回制作葬式はアーロン・スペリング、レナード・ゴールドバーグ、ロサンゼルス市警察に配属されている特殊部隊スワットを描いたドラマである日本では 東京12チャンネルで、1976年9月から1977年3月は、月曜日21時枠で、1977年4月から6月は、火曜日20時枠で放送された。テーマ曲は後に、水曜スペシャル、川口博士探検隊シリーズや、FNN テレビ、静岡ニュースの BGM に転用された。ハレルソン隊長を演じた、スティーブ・フォレスト二千三年に、 映画、スワットとしてリメイクされた。オリジナル版のキャストだったスティーブ・フォレストとロッド・ペリーが、仮面を出演している。また、突入犯発足を祝うパーティーの場面で、明日からは、スワットだというセリフの後、テレビシリーズのテーマ曲、反逆のテーマを口ずさむシーンがある。2017年には、ドラマ版が、スワットとしてリブートされた。主演は、シェマー・ムーア。 ありがとうございます。